おう、起きた起きた。この人弱そう。君が本当に私たちの隊長なの？ねえ、名前はなんて言うの？うわ、泣いてる。頭にコブが一つできただけだよ。すぐ治るから心配しないで。あら？あらあら。下を向いて歩いてちゃダメよ、新人隊長さん。そんな顔しなくてもいいわ。私こう見えても人気使いなの。昨日あなたが中央庁へ入った顛末は一部始終見させてもらったわ。私は旬、ご覧の通り人気使いの他に事務員もやってるわ。会社の仕事も結構忙しいから中央庁にも持ってきててね。意外かもしれないけど私みたいな兼業人気使いは多いのよ。戦士である以前に平和な社会での居場所を見つけなきゃいけないから。ちょっと待って、これ落としたわよ。面白そうな記事。道理で画面に夢中になっていたわけね。気になるなら言ってみたら？ブラックゲート事件以降、事件に関わった人々は人生や未来に対して迷いを抱き始めた。ここエリアのあたりでは支援団体がそういうイベントを開いて必要な人を手助けしているわ。隊長としてあなたもこの都市の住民のことをもっと知りたいでしょ。まあ少なくとも私は雇い主がどういう人間なのかわからなきゃ頑張れないわね。だから時間があればぜひ行ってみて。面白い人と出会えるかもしれないわよ。じゃあ私は用事があるからお先に失礼するわ。
長、なんでここに？なるほど、都市掲示板のスレッドを見たんだ。この回ではね、みんながブラックゲート事件の後、自分が頑張ってきた成果を共有してるの。バザーもあるんだよ。私も何か手伝えることがないかと思って来たんだ。彼女も中央庁の人気使いだよ。確かこの時間は任務中のはずだけど、あ、もしかして別の任務で来てるのかな。不審者なし。やはりただの交流会か。あの人たちが求める答えもない。帰るとしよう。このパブは観光タワーの近くにあってね。美味しかったわよ。冗談はよして。あれは機密事項だから話せないの。いくら積まれても、ええ、バレたら命に関わるのよ。ええ、明日は朝からあのパブでゆっくりしてるわ。用があれば来て。それじゃ、私はこれで。邪魔をするな！隊長だな。なぜここにいる？別に何も。私は今任務の途中だ。邪魔しないでほしい。写真なんて別に。それ、貸してくれ。しばらく借りるぞ。明日には必ず返す。
戦術端末は隊長が人気使いと連絡を取るための大切なものなんだから。もし何か起こった時、人気使いと連絡が取れなくて大変なことになるかもしれないんだよ。うん、仕方ないよ。サイハームさんと隊長には別の任務があったし。ヒーローさん、死んだりしないよね。さっきサイハームが中央庁の方へ行くのを見たわ。今ならまだ中央庁にいるはずだから早く行って。急がないとまたどっか行っちゃう。安全だ。隊長、すまない。さっきはつい頭に血が上ってしまった。隊長が戦術端末を失えばどんな事態になるか私だって理解している。だがどうしても調べたいことがあってな。隊長はまだ気づいていないかもしれないが、あの戦術端末には特別なマークがあるんだ。戦場で兵士たちがよく使う警告マークでな。複雑な解析手段を使えばそこから情報を得られる。一般人では気づくまい。解析のプロを探さないと。サイハーム？あら、古い友人に銃を向けるなんて心外だわ。まったくもう、相変わらず猫みたいに警戒心が強いわね。ホルも見習ってほしいくらいだわ。シャーニナ、なぜここに？パスワード解析のプロをよこせって急に部隊に連絡してきたのはあなたでしょ。ちょうど出張で公開都市にいたから私が来ることにしたの。なるほど、お前はまだあそこにいたのか。では公開都市へようこそと言うべきか。相変わらず冷たいわね。でも人気使いになったなんて信じられないわ。今のサイハームならモンスターだって楽勝でしょ。ちなみにこの人誰？こちらは隊長。一応私の上司みたいなものだ。人気使いになったといっても任務は昔とさほど変わらない。敵が人間からモンスターに変わっただけだ。へえ、中央庁っていう組織なら私も聞いたことあるわ。報酬はいくら？それはここで話すことじゃない。ああ、ごめんごめん、ここが中央庁だって忘れてたよ。でもうまくいかなかったらいつでも連絡してね。今の3倍の金額は保証するわよ。シャーニナ、それ以上言うと叩き出すぞ。おい
はい、わかりましたよ。何年経ってもあなたは昔のエリート傭兵のまんまね。報酬を得るために契約期限まで雇い主に全ての忠誠と武力を捧げる。そのルールをあなたは誰よりも固く守っているわ、サイハーム。それはお前に教わったルールだろう。本題に入るぞ。このパスワードについて調べてもらえないか。内容だけじゃなく入力方法も調べてほしい。はいはい、依頼ですもんね。でも今日は挨拶に来ただけだからツールを持ってないわ。私が泊まってるホテルのパブで待ち合わせない？どこに泊まっているんだ？パブストリートで安いビジネスホテルを見つけたの。1階にいいパブがあるからきっと気に入るわ。住所はここよ。さ、帰りましょう。ゴルー、お仕事に行かなきゃ。すまない。そういうわけでしばらく端末を返せなくなった。どうしても心配なら一緒にシャーニナのところへ来てくれても構わない。パスワードの解析が完了したら戦術端末は必ず返す。何者かがあのパスワードをお前の端末の表面に書いた。特定の角度からでないと見えない。傭兵時代に見たことのあるやり方だが、命に関わる情報を伝達する際に用いられるものだ。一刻も早く解析しなければならない。昔の知り合いに解析のプロをよこせとは伝えたが、まさかシャーニナが来るとはな。昔同じ部隊にいたが、戦争が終わって以来会っていない、うん、今もやはり私はあいつが苦手だ。感情が豊かすぎて戦士とは思えない。気にするな。行こう。シャーニナが泊まっているパブは港湾即場にあるらしい。車で行くから準備ができたら教えてくれ。準備は万全だ。わね、サイハーム。ゴルが喜んでるわよ。おい、ねえサイハーム、ゴルと遊んであげてよ。猫と遊びに来たわけじゃない。シャーニナ、解析ツールの準備はできたか？紙を2枚と鉛筆とお水をちょうだい。ちょっと待ってな。ねえ、これは隊長の端末でしょ。誰が触ったか心当たりはある？あなた全然警戒心がなさそうね。新人？ならサイハームとも知り合ったばかりなのね。さあ聞かせて。雇い主のあなたにとってサイハームはどんな人間なの？ええ、確かに傭兵としては合格だわ。時々冷たすぎるけど、
私のことはどう思う？サイハームと同じ部隊にいたけど、私はいつも陽気で喋ってばかりいるタイプよ。サイハームのこと、いろいろ教えてあげましょうか。シャーニナ、依頼はどうなっている？ごめんごめん、今結果が出てくるのを待ってるとこ。ゴルと遊ぶのもいい暇つぶしでしょ。どう？面白いと思わない？何の変哲もない、ただのひ弱な動物だろう。なぜ急に猫を飼い始めた？可愛いからよ。あなたも飼いたくならない？いや、猫なんかよりウージーの方がマシだ。わかった、さっきの言葉は撤回する。猫なんかよりジャガイモの方がマシだ。さっき隊長と何を話していた？あら、気になるかしら？別に、聞いてみただけだ。どうでもいいことならいいが。どうした隊長、私の顔に何かついているか？よし、二人とも結果が出たわよ。ま、見るからにいい結果じゃないけど。画面の紙片に一つずつパスワードがあるわ。使われてるのは全部 NX44745 の不可視インク。半年前に売り切れたって報告されてるインクよ。それに数自体だから鑑定にも時間がかかりそう。つまりお前には解析できないというわけだな。ええ、私には無理よ。このパスワードを書いた人はかなりの腕利きね。落ち込まないで。時間をくれればこの数自体がどんなプリンターで打たれたか特定できるかも。そしたら調査も続けられるはず。はあ、頼んだぞ。おいでやす。すまない隊長、ここまで時間を取らせたのに結果が出なくて。いや、隊長はシャーニナの腕を知らないからそう言えるんだ。私の知る限り彼女よりパスワードに詳しい人間は存在しない。千種類のインクの匂いを覚えていて、筆跡だけでパスワードの作成者の情報を推理できるんだ。ああ、
あいつですら解析できないとはな。極めて巧妙で莫大な時間が必要に違いない。すまない、戦術端末は返す。なるほど、ただ待っていても仕方ないし、この任務は私が対応しよう。さあ命令を。気をつけろ、私についてこい。今の音を出したのが人間かモンスターか確認しに行こう。見たか？なんだ、またお前かしらに。遠距離からやっつけるのはいいけど、ナイフでの銃声は他のモンスターに聞かれる可能性もある。それを忘れないでね。そうか、分かった。とんでもなく硬いガラクタの居場所は分かってるの。準備は万全だ。詰まっているな。若干面倒だが、まあいい、探す手間が省けど。ごめんね、サイハーム。私には効率的に奴らをやっつける手段がないから、任せていいかしら。それが分かっていながら潜り込んだ理由は後で聞かせてもらおう。私が後方で目標を排除する。陽動はお前に任せる。定置の時と一緒だ。準備はいいな。作戦開始。ちょっと待って、数を確認するわ。うん、合ってる。最初にやっつけた1匹を合わせるとモンスターはこれで全部だ。なぜモンスターの数を知ってる？まさかモンスターを連れ込んだのはお前なのか？あのね、サイハーム、私にそんなことできるはずないって分かってるでしょ。この研究所の用心棒として雇われただけ。つまり、もともとこの実験室にいたモンスターたちが火事を起こしたということだな。なら筋が通る。
大事な商品を傷つけるわけはない。商品？まあそう理解してもらえれば何よりだけど。どんな研究なんだ？そんなこと知ってたらとっくに傭兵なんてやめてるわよ。私の役目は秘密を守ることだけ。いいさ、すぐわかることだ。個人にせよ団体にせよ、モンスターの捕獲は危険行為として中央庁に固く禁じられている。あら、忘れるとこだったわ。あなたたちは中央庁の人間だったわね。中央庁ならどう処理するの？あら、私が雇われたのはまさにそういう状況を避けるためよ。ねえ、提案があるの。どうせ中央庁は全てのモンスターを消滅させようとしてるんでしょ。モンスターもやっつけたことだし、ちょっと目をつぶってくれてもいいんじゃない？ダメだ。たとえ中央庁が許しても、この私が許さん。私はこの世界の浮上を消すために生きているんだ。その浮上を隠す者がいれば、私が神に代わり天罰を下す。どうしてもダメ？シャーニナ、お前なら分かっているはずだ。そうよね、そうなるわよね。いつかこういう日が来ると思った。相変わらず融通が効かないわね。ならこっちもルールに従うだけよ。報酬を得るために契約期限まで雇い主で全ての忠誠と。武力を。シャーニナはこういうやつだ。普段はにやけているが、本気になると鬼と化す。いや、私だって完全に避け切ったわけじゃない。自殺行為だぞ、シャーニナ。以前ならともかく、人気使いになった私に勝てると思っているのか。じっとしていろ。人気使いになって随分強くなったわね。お前も相変わらず強いがな。
前は負けたんだ。じっとしてろ。止血してやる。そんなことより一つお願いがあるの。ゴルを連れて。あいつはお前の猫だ。言ったはずだろ。こんな面倒くさいやつ、ジャガイモの方がわしらと。ねえサイファーム、知ってる？あのパスワード私とっくに解いてたのよ。1135コマンド、つまり最高レベルの緊急撤退指令よ。まったくもうその通りにすればよかった。でも残念、私はもう傭兵チームの一員じゃないの。本当の雇い主は任務失敗なんて許してくれないわ。待て、シャーニだ！さようなら。おいでやす。お前の飼い主は何のためにこの町に来た？シャーニナは嘘をついた。傭兵のルールは彼女に教わった。私の知る限り、あいつはルールを破るような人間じゃない。つまり、研究所でペラペラと喋ったモンスターの捕獲、およびその秘密の保持は、彼女の本当の任務じゃないということだ。おそらく、真実は最後の言葉だけ。彼女は何かを探しに、この町に来たんだ。私に邪魔されないためにわざと解析したパスワードを教えずにいた。11385緊急撤退指令、一体誰が残したのか。シャーニナには約束しなかったが、ついお前を連れ帰ってしまったな。今ならなんとなくわかる気がする。シャーニナの言う通りだ。お前は確実に可愛さを感じさせる。ゴル、私がすべきことは神の意志を宣告して世界を浄化することだ。お前の飼い主はルールを守る感情豊かな強い傭兵だった。だが死んだ今もよく理解できない。彼女が一体何を求めていたのか教えてくれないか。お前は少しシャーニナと似ているな。お前の言葉が理解できればいいんだ。すまない隊長、戦術端末を借りるだけのはずが、いろいろと巻き込んでしまった。
ゴルは私が買おう。そしてシャーニナの雇い主を調べ出す。パスワードを残した人物もな。その可能性もある。だがその暗号が本当に私とシャーニナへの警告なら余計に離れてはいけないと思う。心配するな隊長。どんなことがあっても中央庁にいる限り私が尻尾を巻いて逃げることはない。これからも私を戦場へ送ってくれ。全力を尽くして傭兵の役目を果たす。今日はお疲れ様。だけど分かったわ。了解した。いつでもいいぞ。
前次第だ。そうか。